皆さんこんにちは。最近フリーアナウンサーのジョージ幸恵さんのダブル不倫の疑惑が出てきています。そのジョージ幸恵さんの不倫相手に挙がっている元野球選手のイチローさん、敏腕ディレクター A さんとの関係性について調査しました。またジョージ幸恵さんの旦那さんは会社社長であるという噂もありますので、その真相についても合わせて紹介していきます。ジョージ幸恵さんがダブル不倫で話題になっていますね。ネットでジョージ幸恵さんを検索するとイチロー選手の名前を見つけました。そこでジョージ幸恵さんとイチロー選手の関係が気になりました。交際関係や交友関係が想像されましたが、調べてみるとジョージ幸恵さんはイチロー選手を失礼な質問で怒らせたことがあると判明しました。結論から言うと、ジョージ幸恵さんとイチロー選手は何の関係性もありません。確かにネットでジョージ幸恵、イチローと検索されていますが、過去に交際や交友関係があったという情報は一切ありませんでした。ただジョージ幸恵さんはイチロー選手の引退発表会見で質問して怒らせてしまった経験があります。当時ジョージ幸恵さんは TBS ビビットのリポーターとして引退記者会見に出席しました。さらには視聴者からもイチロー選手に失礼な質問だと批判を受けてしまったのです。ここからはジョージ幸恵さんがイチロー選手にどんな質問をしたのか詳しく見てみましょう。ジョージ幸恵さんはイチロー選手の引退発表会見で以下の内容を質問をしました。イチロー選手が最後の試合でチームメートの菊池雄星選手と抱き合い言葉を交わした件について、ジョージ幸恵、菊池雄星選手が号泣していましたね。イチロー、号泣でしたね。ジョージ幸恵、どんな会話をしたのですか。イチロー、プライベートなことなので。ジョージ幸恵、秘密ということですか。イチロー、そりゃそうでしょう、二人の会話だから。しかも僕から声をかけているので、それを僕からこんなことを僕が言いましたってバカですよねと語気を強めました。ジョージ幸恵、お人柄がわかる答え、ありがとうございます。普段は気さくなイチロー選手が少し怒っているのが伝わりますね。ジョージ幸恵さんも仕事ですから、リポーターとして詳しく聞き出したいという思いが強かったのでしょう。ただイチロー選手が真顔でプライベートなことと答えた時に、相手の気持ちを察知してさらなる質問は控えるべきでしたね。ジョージ幸恵さんのイチロー選手への質問に視聴者から批判が起こりました。やはりイチロー選手ほど偉大な人物に失礼な質問をしたことが視聴者は許せなかったのでしょうね。続いてダブル不倫相手に挙がっている一人、敏腕ディレクター A さん、ゴゴスマ美人レポーターが元同僚とダブル不倫、中華街で食事後にホテルで6時間半デート、横浜中華街で男性と手つなぎデートするジョージを目撃した。中華街の名店西風楼から出た2人は近くのシティホテルへとチェックイン。それから6時間半後、ジョージと男性は再びフロントに現れると、チェックアウトを済ませ手をつないで駅へ向かったと報道されました。写真はバッチリ撮られていますが、本人は完全否定されていますね。ジョージ幸恵さんといえばリポーターとして原田龍二さんや渡部健さんに対してかなり突っ込んだ質問をされていました。離婚というお話は出てはいないのですか、相手の方に好意があったわけではないのですか、というような質問を投げかけていました。ジョージ幸恵さんが原田龍二さんや渡部健さんに対してかなり突っ込んだ質問をされていた時には、すでに不倫関係は進んでいた可能性がありますね。ジョージさんと働いたことがありますが、彼女と A さんの不倫の噂は7年ほど前からささやかれていましたという報道もされています。7年前ということは2016年頃でしょうか。渡部健さんの不倫報道は2020年、原田龍二さんの不倫報道は2019年ということなので、渡部健さんや原田龍二さんに質問を投げかけていた時にはすでに関係があったと考えられますね。完全に特大ブーメランですね。ジョージ幸恵さんは A さんとの不倫関係を否定しています。しかし世間ではかなり冷ややかな声も上がっているようです。ではダブル不倫の相手 A さんとは誰なのか見てみましょう。
一緒にいる中年男性はフリーのディレクターの A さんです。この方も妻子持ち。2人は既婚者同士の不倫、いわゆるダブル不倫の関係にあるんですとも報道されています。ジョージ幸恵さんの不倫相手 A さんは既婚者ということ、そしてフリーのディレクターということです。2人は2015年から TBS ビビットで仕事をするようになりました。彼がディレクター、ジョージさんがリポーターとしてよくコンビを組んでいました。ジョージさんが A さんのデスクで楽しそうに話し込む姿をよく見かけましたと番組関係者は語っています。お二人はビビットで一緒に仕事をするように、そしてかつて A さんはビビット、グッドラックなど帯の情報番組を担当していました。 A さんはビビット、グッドラックの2つの番組を担当されていたという証言があります。ジョージ幸恵さんとディレクター A さんは近くのシティホテルへとチェックイン、それから6時間半後、ジョージと男性は再びフロントに現れるとチェックアウトを済ませ手をつないで駅へ向かったと報道されました。お二人はホテルに消えたということで、そのホテルはどこだったのか検証してみますと、ニューオータニイン横浜プレミアムのようです。今現在ジョージ幸恵さんは男女の仲ではありません。その後ホテルにチェックインはしていません。フロントに行ったのは近くのトイレを借りたく場所を確認したためですとコメントされています。最後にジョージ幸恵さんの旦那さんについて紹介していきます。ジョージ幸恵の旦那さんはジョージ健介さんという方で会社社長をされています。どんな方か気になる方が多いようです。子供はいるのでしょうか。ジョージ健介さんはとても仕事のできる方のようで、さまざまな肩書きを持っていらっしゃいます。テレビ制作、 IT、 ウェアラブル、 VR、 AI サービス開発プロデューサー、ビジネスデベロップメントディレクター、グローバルビジネスコンサルタント、360VR クリエイティブディレクター、現在は株式会社ジョリーグッドを起業し代表取締役 CEO を務めています。ジョージ幸恵さんの旦那さんはとにかくすごく仕事のできる人で、さまざまな賞を受賞したり実績を残されています。さて、馴れ初めは一体何なのでしょうか。ジョージ幸恵さんは1998年に岩手めんこいテレビにアナウンサーとして入社。旦那さんのジョージ健介さんも1998年に岩手放送の報道制作局に入社。部署は違いますが同じ岩手県内のテレビ局ということで、関係者を通して出会われたのではないでしょうか。具体的な馴れ初めについては明かされていません。何かしらの形で2人は出会い2001年に結婚しました。ジョージ健介さんはとても仕事のできる人なので、美人アナウンサーと恋愛してもおかしくありませんね。ジョージ幸恵さんには子供が2人います。性別までは分かっていません。第1子は2001年に誕生、第2子は2006年に誕生。とても美しいので、もう成人している子供がいるとは思えないですね。いかがだったでしょうか。今回はジョージ幸恵さんのダブル不倫報道について、旦那さんが会社社長である噂について紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。